はい、皆さんこんにちは。介護ぶらり旅です。今日はですね、ブリコラージュ7社の編集室に来ています。で、川上京さんと北川さんといらっしゃいますので、ちょっとインタビューしていきたいなと思います。はい、京さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新しい本がね、出るということで今、はい、佳境に入っておりますけれども、うん、生活リハビリの達人になろう出ますので、ぜひまた皆さん楽しみにしていただけたらと思います。楽しみにしてください。はい。ブリコラージュ。はい。ね。この本がやっぱり介護現場で皆さん読まれて、で、あ、こんな介護したいなとかこう考え方がつながって、今があるんじゃないかなと、介護現場の今があるんじゃないかなって僕なんか思うんですけれども、うん、はい。京さんにとって、ブリコラージュっていうのは、何でしょうか。すごい、すごい質問が最初から来ました。はい、大きいね、はい。大きな質問だね。大きな質問なんです。何年されてるんでしたっけ？ブリコラージュっていうのは、ブリコラージュは1989年に創刊されたんですよね。はいはい。かね、なんか、はい、ベルリンの壁が崩壊した年なんですよね。うん、あ、はいはいはい。だから、後から考えると、ああ、ブリコラージュが生まれて、ベルリンの壁が崩壊して、世界が変わる時だったんだな、とかって、はい、勝手にかっこつけましたけど。勝手にかっこつけてね、はい、それ英語、英法に言えますよね、でもね。はい。もともとは、生活リハビリ講座を主催している、三好春樹さんが、講座の中の受講者通信として、出していたものなんですよね。まだ紙が1枚ぐらいの裏表ぐらいのところから始まったんですけど、うん、本当に手書きの、はい、本当になんかちょっと事務連絡とか、はい、皆さん今後の予定とかをお知らせするようなものだったんですけど、うんうん、はい、何号出てるんですかこれは。これが最新号ですけど、はい、これが279号です。すごいですよね。すごいですね。ちょっとざっとちょっと見れないんですけど、まあで、今度の9月に出る号がちょうど280号、はい、ということになります。はい。一口で言って280号って言ったら、うん、もう僕なんかよう続けないなと思うんで、どうやってそれで続けてこられたんですか？ああ、どうやって続ける秘訣と言いましょうか。秘訣ね。はい。いや、やめるっていうのは、やめるっていうのは全然選択肢に上がったことはなくて、はい。次何をするか、次何を企画するかっていうことばかりをずっと考えてきたと思いますね。うん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 、そういう皆さんの場になれるような場でいつもありたいなと思っています。うんうん、僕なんかね、そのブリコラージュさんの役割は、やっぱ三好さんはじめ、この生活に根ざした介護というものを大切にしたいという皆さんが読まれる。うん、でそこでみんながこうつながるとか、うんうん、あと新しい人がこう発掘されるとか、はいはい、そういうのもありますよね。あ、そうですね、うんうん。その発掘の第一番がやっぱり松本さんだったような気がするんですけど、うん、ここにあるのがブリコラージュ。これが2005年の4月ですけど、この時が松本さんがブリコラージュに登場した一番最初です。うん、パワーリハビリの講座。ね、三好さんがね、私の話を聞いた時に、さっきの面白かったから、パワーリハの話面白かったから書いてよって言ってくれたんですよ。うん、で、まさかね、そんなこと言ってくれると思わなかったんで、うん、もう書きました、うん。で、書いたらね、もう書くことが溢れてきたんですよ。あ、はい。で、もうそのまま、僕連載させてくださいみたいになって。うんうん、そうでしたね。うん、で、そのままブリコラージュにかなりこう書かせてもらうっていうことがもうなったので、うん、もう三好さんの一言がね、うん、うん、あったからこそ、こうやって今書いたりとか本を出させてもらったりとかいうのがあるなと思ってますね。うんうん、松本さんは原稿が締め切り遅れたことがなくて、ですよね。そんなことないんですけどね。私はいつもなんか原稿が早かったという、はい、締め切りの時にはもうきっちり原稿をもらえてて、うんうん、で毎回新しい提案とか新しい言葉があったなと思いましたね。これから読んでくれる方もいると思うんですけども、うんうん、川上編集長から皆さんに一言いただけたらありがたいなと思います。そうですね、33年間ずっとブリコを出し続けてきて、介護現場も変わってきたと思います。で、いい方向に変わってきたかなっていうと、必ずしもそうでもないような気がして、昔の、なんか、のんびりしてた頃
がみたいな気がする時もありますが、でも今はもう介護保険になって実際こういう現実があるわけだし、この中でなんかやっぱりいい介護をしていくっていう理想かもしれないけど、そういう思いは忘れないで伝えていきたいと思っています。時々ブリコラージュはその理想的な、そのそれこそ絵に描いた餅じゃないけども、そんなことが載っていて実際現実はそうじゃないんだ、ないんですよとか、そういう話を聞くこともあります。で、確かにそうだろうと思いますけど、いい介護しているところも実際にあるんです。だからできないことじゃないと思うし、そういうことをこれから伝えたりみんなで作り上げていくっていうような場にできたらいいなと思っています。私ももうすぐ介護が必要になると思うので、いい介護を受けたいなと思って、ね、受けたいですよね、今度はそちらの受ける側からの人間としても発信していきたいと思っています。はい、2ヶ月です。2ヶ月です。はい、はい、ぐらいになってますので、ぜひ新しい号をカバンに入れていつも出勤するのが楽しみですって言ってる人もいました。うん、ぜひそうやってね、皆さんで良い介護とは何か考えていく手立てにしていきたいなと思っています。ブリコラージュ、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとう。私ですね、オンラインサロンを始めました。オンラインサロン祭り派ラボといいます。日本が世界で最初に迎える超高齢社会を楽しく生きよう、共に学ぼう、成長しよう。介護はクリエイティブな仕事です。オンラインサロン祭り派ラボ、一緒に楽しく学んでみませんか。